おはこんばんちは、白石みのるでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、9月だというのに、ようやくね、9月に、入ったというのに、暑いね。どうなんだろうこれは。なんか8月の、ちょうどね、8月の中旬ぐらいの時はね、今年の夏は短いですよとかっていうのをね、ちらっとニュースで見たんですけどね、全くそんなことはなかったですね。9月になっても一向に暑くて住みにくいね。最近もそのね、いろいろその新型コロナの件があって、住みにくいというかね、そういう感じになってるんだから、気温ぐらいは住みやすく、なってほしいなと、思う今日この頃でございますけれども、早速、本日も行ってみたいなと思います。このラジオは架空のラジオです。白石みのるの話話。さて、最近の近況の報告などしたいなと思いつつですね、最近ですと9月8日ですね、ちょうどちょっと前ですけれども、やりました電音部、というコンテンツの電音部企画会議、原宿という生配信の方にですね MC で参加させていただきました。なかなかね面白いんですよ、この電音部っていう企画が。これまあすごくざっくり説明すると、女の子たちが DJ で競い合う、 DJ で戦うってのはどういうのかちょっと自分でもよくわかんないけど、そうだね、まあ多分そのテクニックとかも含めてなんだけど、女の子たちが DJ で競い合って一番を目指すみたいな作品なんですけど、これ楽曲が本当素晴らしくて、うん、KZ くんとか拓井上くんとかもそうだし、うん、この間紹介したやつだとね、湯飲みさんとかね、萌えショップさんとかね、まあアニソンクラブイベントっていうものが、まあ行ったことある方もいるし、知らない人も、いるかもしれないですけれども、まあそういったですね、アニメをのクラブハウスとか、そのライブハウスとかですね、そこでなんかそのアニメをガンガン流すの DJ イベントみたいなのでもですね、非常に人気の高い。またアニメ、実際にね、そのアニメとか、そういった、作品に楽曲提供をしてて、すごく人気のある人。まあ、そうじゃないくても、もうトラックメーカーとしてすごく人気のある人たちとかがですね、この電音部では、楽曲を作ってて、うん、すごく完成度の高い曲がいっぱい、ありますので、ぜひそちらもですね、ちょっと皆さん、見てほしいなと思うので、僕、これ、一視聴者として楽しみなんですよ。どういう風になっていくんだろうなっていうのはね、今ちょうど、エリアが4つあって、登場人物が1エリア3人ずつだから12人いるんですけど、今ちょうど2エリア紹介して、2エリアだから6人で、それぞれのエリアに1曲で、人それぞれに1曲っていうので、4曲で、今8曲ぐらい紹介されてます。どれもですね、本当に楽曲としてクオリティの、高い、クオリティ揃いでクオリティ揃いってなんだ。日本語がおかしいじゃないか。クオリティの高いですね、曲がいっぱいなので。
ぜひ音楽がとかそういうクラブミュージック好きな人も聞いてもらえたらいいんじゃないかな。はい。これしかもこの電音部って、キャラクターデザインがですね、あれです。ミカピカゾさんなんですよ。そう。僕、実はミカピカゾさん、その電音部っていうのでね、絵を見た時に、あ、なんか見たことあるなっていうのあったんですけど、これミカピカゾさん、僕、あれですよ。FGO ですね、フェイトグランドオーダーの清少納言ちゃんのキャラクターデザインの方なんですよ。いやもう、FGO の清少納言ちゃん、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。ちょっとびっくりするぐらい可愛いじゃないですか。まだ撮ってないですけど ガチャ的にはね、一つも、撮れなかったんですけども。だから、個人的に、すごくファンというか、素敵だなというふうに思っていたんですけれども、まさか、その方と、そう思ってた方と、まあまあね、MC ですけれども、なんか、こういう形で、もう、なんか、お近づきになれたっていうのはちょっと変な表現の仕方だけども、なんか仕事で関わることができたっていうのは嬉しいですね。本当にミカピカゾさんのキャラクターデザインはすっごい可愛いので、音楽とかに興味がない人でも、ちょっと見てください。ちょうどだから6人紹介してて。まあ、世界観も多分ミカピカゾさんが、書いてると思うんですけども、構築とかもね。なんかそのデザインを見てるだけでもすごく楽しい、この電音部って。俺、本当にちょっと書かれて嬉しいなと思ってるんで、皆さんもちょっと見てみてください。ひょっとしたら好きになるかもしれないから。じゃあ、絶対音楽と絵と、どっちがね、どっちかでいいから好きになってもらえたら、いいかなというふうに思いますね。まあ、しかし、この電音部って DJ の、話なんですけれども、実は白石みのるも実は、DJ をやってるんですね。かれこれも8年か。8年やってるよ、長えな。俺だって、芸歴が、まあ、20年ぐらい、20年とちょっとですけど、ちょうどだから売れ出してすぐ後ぐらいからもう目をつけてたわけですからね、この DJ に。まあ、これだけそのいろんな、作品でですね、DJ ものをやったりとかしたよ。今までもありましたけど、一つも話題になることなく来ましたからね。なんか誰にも触れられることなく ただひたすらに、特撮のね、特撮とかアニメとか自分の好きなアニメとかだけを流してる、DJ でございましたけれども。最近だともう特撮の DJ をやりすぎた結果、白石さんもアニメ流さなくていいからもう、特撮だけ流しててくれみたいなね。そんなこと言われたりもすることもありますけれども。よくね、白石さんのその DJ なんで始めたんですかみたいなことを言われたりもするんだけど。で、ほんと、なんだろうね。始めたのは、些細なきっかけというか。もともと興味があって、やりたいなと思ってたんだけど、どこに行けば、そういうものができるっていうのが分かんなかったから、やってなかったんだけど、初めてその DJ シーザーさんっていう、DJ の方に、イベントに呼んでいただいて、で、そこからですね、シーザーさんの、イベントにレギュラーで出させていただいたりとか、して、やり始めて、1ヶ月に1回は必ずどこかの、現場で DJ をしようと。これ多分ね、他にも、いろいろアニソン DJ の声優さんとかいっぱいいると思いますけど、月1で多分、ステージ踏んでたって、そうそういないと思いますよ。
3、4年。4年間ぐらいは僕、月1本は必ず、踏んでましたからね。気がつけば古参の声優 DJ に、なりましたけども。でも面白いんですよ、DJ ってなんか。やってる瞬間はもうただの、アニメファンになれるので。何も深く考えることもなく。うわ、最高って、なんか自分の、好きなアニメのキャラクターとか、アニメとかに対して、うわ、面白い、素敵だっていう風に言えるのは、なんか昔に戻ったような気持ちにね、なるよね。まあ一応ほらもう声優が、その仕事になっている以上、まあ、で、どんなものでもそうだけど、こう好きから始めたものでもこう、ちょっと気がつくと、その好きとかで見てるものではない場合ってあったりするんですよ。それがなんかこう、だと、あと、それはもう当たり前のことなんだけど、それをなんかやってる途中でなんかもう一回元に戻して、アニメとか、まあ、特撮もそうだけど、自分が本当に10代、20代の頃にも何にも考えずに、ただ面白いか面白くないかだけで見てた、気持ちをね、DJ をやってる時だけはなんか取り戻せるようなね。そんな気がするからね、とても好きなんですよ、僕は。あと、シンプルだからね。表現として。あ、それ、シンプル、ひょなんだろう、表現としてシンプルっていうのは何かというと、演技って結構複雑なところがあって、それは何かというと、いいか悪いかっていうのが個人の価値観なんですよ。いろんなものが重なり合って表現するものなんですね、お芝居って。まあ当たり前なんですけど。なんだろう。例えば、声を出すということと、その心で、その要するに感情ですね。そこが、例えば、あなたが好きですっていうセリフがあったとして。それはあなたが好きですという言葉を選ぶということと、そのあなたが好きですっていう気持ちになって言うということと、その時に、どんな体勢で言ってるのか、とか、ね、それを言うまでに、どんな人生を踏んできたかみたいな、こうね、一つの何かもう音を出すのにもね、自分の中でもいろんなものをこう混ぜに混ぜて、こう凝縮したり、いや、混ぜちゃダメだっつってこうやったりとかして、セリフを言ったりするんですよ。だから、とても、こう、大変な時があったりするんですけど、DJ って、スイッチを押せば、音が出るんですよ。もうそこには、例えばそのリズムに乗って、例えば DJ でバンバンバンってそのリズムに乗ってやってて、じゃあ次の曲を流すぞとかって言ったりする時にですね、もうそこはタイミングだけなんですよ。歌の持ってる、なんだろうな、ちょっとうまく伝わるかどうかあれなんですけども、歌の持ってるパワーとか、感情とか、そういうものは当然持ってるんですけど、まず一番に、音が出るか出ないか、そのタイミングで。1、2、3、4でこう、ちゃんとボタンを押せるかみたいな。押したらもう基本的に音が出るわけなんですよ。このなんか、作業としての、シンプルさ、が、なんか表現が、そうだね、表現するっていうことに対して、とてもシンプルになれるっていうところが、僕は、好きなんですよね。声優さんって、ね、自分の職業になぜさん付けをするのか。そのなんかシンプルさを、またね、自分の表現するものに戻したいなとか思ったりもするんだけどね。
だからもう DJ に関してはもう、なんだろう、それっぽいとかはないじゃないですか。もう決まってるか決まってないかしかないので、なんかそういう、もういいか悪いかみたいなのは、こう、まあ、いい寄りの、あれみたいな、そういうのがないから、曲聴いて、うわ、かっこいい。ああ、いや、ちょっと今のはちょっとリズムずれてたからかっこ悪いで、みたいな、そういうなんかシンプルな、表現形態の中で、自分を表していくっていうのがね、うん。またなんかこの感覚を強めれば、いい芝居できんじゃねえかなっていうふうにね、思ったり、するので。うん。まあ、いろいろ言ってるけど、まあそもそも俺がね、もともとアニメファンだし、うん。アニソン聞いてるの大好きだからね。そう。もし皆さんもですね、まあ、最近はもうなかなかね、やったりはしないんですが、いろいろ配信イベントとかはね、やったりしてますんで、もし興味のある方はですね、アニソン DJ、多分ね、ネットで調べたら本当に山ほど、あるので、見てください。そしてその、まあ、流れで言うと、電音部の方もですね、見ていただければ、楽曲とかも聴いていただければ、非常に、いいコンテンツでございます。これから多分ね、どんどん伸びていく、作品だと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、皆様にですね、お知らせでございます。先ほどもね、DJ の話しましたけれども、今月末ですね、9月の27日、日曜日になるんですけれども、白石みのるですね、イベントの方に出演いたします。これ、アニス、あれですね、アニソン DJ イベントに、出演させていただきます。これはですね、オタクたちの、バラッドという、イベントでございまして、もう、僕、今年で3回目かな？はい。ずっと呼んでいただいて、おりまして、大変恐縮でございます。これはですね、千葉の方にありますですね、ミュージックラウンジ7分の24という、場所でやります。最寄り駅は確かね、千葉中央だったと思うんですけれども、千葉中央の駅から降りたらもうすぐなのでね、まあ、詳しい内容は、オタクたちのバラッドで調べていただければですね、出てくるかと思います。はい。まあ、遠いよ。うちの家から、なんでしょうね。この、ミュージックラウンジ7分の24まで行くのには、ものすごい時間がかかるからね。小旅行かなと思ったよ。うん。で、イベントが終わってから帰るときに、またこうね、ああ、小旅行だ、みたいな。でもね、千葉はすごくいいとこなんでね。うん。もし、お時間ある方は、まあ、いろいろと、まあ、こういった、ご時世でございますので、イベント内容にも、当然、イベントとかにもいろいろ、規則や規約が、ありますので、注意事項がたくさんありますので、いろいろお手数をかけるとは思いますが、興味のある方は、ぜひぜひ、お越しいただいて、またですね、この、ミュージックラウンジ、7分の24さんの、ホームページだったか、このオタクたちのバランドのイベントホームページ、だったかにですね、いろんな、注意内容も書いておりますので、ぜひ休みに行くよという方は、よく読んで、おいていただけたら幸いでございます。ね。まあまあ、この、架空のラジオ。これちょっと実は頭で言いやよかったんですけども、なんかいろいろ皆さん聞いていただいてありがとうございます。なんかそ、あの、結構面白いよと、おっしゃってくださってる方がいて。まあ、一人語りはね、なかなかこう、相手がいないと、こう、どこまでやっていいのかが、わからなくもなったりするんですけども、また、こんな感じで、うん、これ、最近やった仕事の話とか、うん、これからやる話とか。まあ、週1ぐらいで、やれたら、いいかななんて、思っておりますよ。はい。まあ、そんなわけでございまして、それではですね、また、次回、ね、
お会いしたいなと思います。タイミング的には来週の金曜にはアップしたいなと。はい。最近ゲーム実況とかもそうですけど、よくみんな、ほんと、うちはあれですよ、YouTube に関してはもう撮影も、撮影が収録撮影、編集も全部自分でやってるんで、ね、子供たちを寝かせる時間とかね、子供たちの、ご飯を作る時間をですね、なんとか削ってですね、この動画を作る、時間に当ててます。そんなものの前にちゃんと子育て旋回とお叱りを受けないように頑張りたいなと思います。はい、というわけでございまして、白石実の話第2回これにて終了です。お聞きいただきましてありがとうございました。バイバイ。